種目は男子の共通 200m の決勝であります。大会記録は小野寺君、久保君、そして高橋君、天原を打ちます。21秒9が主導刑事の大会記録。それでは出場する選手のみ練習を申し上げます。第1レーンより白井優輝君、ケビツ。第2レーン、吉村雅弘君、渋谷ばかり。第7レーン、庄司康介君、坂西。そして第8レーンは山崎蓮司君、七つ木台。以上の8名によりまして男子の 200m は決勝です。1.3m 氷、そして大会記録は21秒9でありますので、優勝は2レーンを走りました吉村雅弘君、渋谷幕張中学校、失礼いたしました。3レーンを走りました平野颯太君、富士見中学校、正式タイムが21秒82、これは大会新記録であります。レーン表示が2となっておりますけれども、1着は3レーンです。7441番の平野颯太君です。